原型的象徴としての天主原型は、カール・グスタフ・ユングが提唱した、分析心理学における概念で、読みる夢のイメージや象徴を生み出す源となる存在とされている。集合的無意識の中で仮定される、無意識における力道の作用点であり、意識と自我に対し心的エネルギーを介して作用する。原型としては、通常、その作用像が説明のため使用される。 原型はドイツ語アーキタイプの訳語。この単語は合成語で、アルシュマイナスはギリシア語、アルファーローカイイータで、はじめ、原初、原理、根源などの意味を持ち、他方、トゥープは同じくギリシア語のタウープシロンパイから来ていて、刻印のような原理があり、ここから類型という意味が出てくる。原型の像が神話的で人類の太古の歴史や、 種族の記憶に遡るように考えられるので、ユングはこの言葉を集合的無意識に存在する力道作用を表現するのに採用した。この意味を組んで、個体型という訳語も作られたが、現在は原型がほぼ定役となっている。原型を像という言葉で説明するのは、原型そのものは力動作用として心に現れるのであり、意識は 作用の結果生じる心の変化を認識できるだけで、原型そのものは意識できないためである。原型が心に作用すると、しばしばパターン化されたイメージ、または像が認識される。例えば、男性の心にアニマの原型が作用する場合、その男性は夢に美しく魅力的な乙女の姿を見たり、魅惑されたりする。あるいは、 これまでは全く意識していなかった少女とか女性の写真や絵が時に実在の女性に急に引き寄せられ魅惑されるなどが起こる。このようにアニマの原型が作用すると少女や乙女や女性の像、イメージが男性の心の中で大きな意味を持ってくる。そこでこのような少女や女性のイメージ、像をアニマの像と呼び説明のために このような像、イメージを、ユング心理学では、原型の像として示す。このような、原型の像は、人物の像に限らない。老健者の原型のイメージは、先の尖った瞬間とした後方や、空を羽ばたき飛ぶ、大足のイメージで出てくることがあり、他方、太母の原型のイメージは、地面に開いた、底知れぬ割れ目や谷、あるいは奥深く巨大な洞窟のイメージなどであることが、 ある。ユングの理論において、中心的な意味と働きを持つ原型は、意識の中心としての自我の原型と、心全体の中心として仮定される自己の元型である。自我が元型であるということは一般に知られていないが、ユング心理学では、意識の中に存在する唯一の原型が自我である。自己原型は自我に作用するが、その作用は、意識において様々に解釈され、 また典型的な類型としての作用として意識される。このような類型としての集合的無意識からの作用点が初言型であり、ユングは次のような原型を代表的に提唱した。これら以外にも神話的な原型が多数ある。集合的無意識の作用点である原型は膨大な心的エネルギーを備えることがあり、原型の作用があまりに強く自我が十分に、 自分自身を意識して確立していない場合、自我は原型の作用像を自分自身の像と混同し、原型の像に同一化することがある。例えば、英雄の原型に自我が同一化するとき、自我が自分をどのような役割と考えているかによって、自分自身の認知像の形にバリエーションがあるが、いずれにしても自分が非常に大きな力、権力を持ち、 偉大な存在であると錯覚する事態が生じる。これを自我インフレーションというが、集合的無意識は、ある場合には、無限のエネルギーを持っているように見えることがあり、その結果、自我のインフレーションは極端化し、自分こそは、世界を変革する英雄であり、偉大な指導者であるなどの妄想的な錯覚が生じる、ことがある。ありがとうございます。